はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。この動画撮り終わった後に靖国神社メール党員様限定懇親会じゃないや昇殿参拝、行ってまいります。その後懇親会やってまいります。終戦の日ですからね。チャンネル登録よろしくお願いします。岸田総理不出馬報道で市場はどう反応したかというと、今日の10時40分現在で200円高い3万6641円、円ドルは 147.3 円、3万9000円周辺を周回していた時は161円で1割弱円高になってんで、株価は反比例で1割弱減ってると見てまずまず順調なのかな。外資のですね、円確保、円を返すため、低金利の円借りてそれをドルに変えて投資してたっていう、外資のキャリーオーバーっていう手口がですね160兆円ぐらいありまして、で円の利上げでですね、円返さなくちゃっつって円を喉から手が出るほどパニックになって欲しがって一気に円高進んじゃって、で日本株も叩き売られて、円確保をするため、それ落ち着いたみたいですね。言っても 0.25% つってもですね、ドルの 5.25% に比べたらへみたいな低金利ですから、外資もハッと割に帰ったんでしょうか。っていうかこれでもしですね、岸田総理が次もやりますって立候補したら、それはそれで落ちんのにって驚きますけどね。生き恥かくつもり。内閣府が発表した、4・5・6月の四半期ですね、実質 GDP は 0.8% の成長で年率換算は 3.2% 上昇、設備投資や個人消費が持ち直したとあるが、どうだかね。個人消費、物価が上がればですね、減らせない、買わざるを得ないものってあるじゃないですか。ガソリンとかお米とか、そういうのの支出額が増えますんで、まあ GDP は増えますよ、そりゃ。世論です。これ岸田のおかげだろう。パヨは生産行動してないので貢献していない。物価高だから GDP も上がったのかな。それあると思う。ドル建てだと成長してない罠。経済好調だとすぐ増税狙ってくるから気をつけろ。4・6月は外国人観光客がマジ凄まじかったから。外国人観光客が落とす金がですね、昨年の5割増しだったそうであります。外国から直接資金が流れ込む真水は経済効果に優れます。回ってる洗濯機、日本経済回ってる洗濯機に外から水足すようなもんですね、これね。この洗濯機ですね、景気で水の量は増えません。外資が水注ぎ込むであるとか、貿易で黒字になるとか言うと水足されんですけど、赤字だと、国家の収支が赤字だと水減ってきますよね。この洗濯機水の量はそんな増えずに、景気ではね、公共の時は激しく回り、不況の時はゆっくり回ってるとイメージしていただけると分かりやすいかもしれないですね。給料2倍になったっていうのは回転が2倍のスピードになったってことですよ。金入ってくる機会が2倍になったっていうことですね。消費税はこの回転を著しく阻害するんで、5% から10% への倍の重し、回ってるものに対して倍の重しつけやがった。野田佳彦、マジで国賊ですね。従業員500人以上の大手企業の平均賃金は 5.5% ぐらいでしたっけ。これも 3.2% 成長の要因ですかね。物価上がれば減らせない、削れないものってある。ガソリンとか、例えば電気代であるとか、もう上がらざるを得ない。支出は増えるよ、そりゃしょうがないよ。終戦の日、岸田総理個人参拝は断念、私費で玉串料を奉納、代理人が届けに行ったそうであります。もう総理辞めるせんって宣言したんだから、最後ぐらい行けよなっては思います。
今朝早く小泉進次郎元環境大臣と小林鷹之前経済安保保障担当大臣靖国神社参拝、総裁選へ向けての、保守層へのアピールですかね。進次郎が毎年参拝してるかどうかは知らないですけど、鷹之さんは毎年参拝してるの知ってますけれどもね、今年だけ行ったとしたら、まああのあからさまな総裁選アピールですね。世論です。総裁選アピール、やっぱりそう思うよな。辞めるついでに総理も行けばいいのに。超軽量化世襲みこし安倍派はこいつに入れないとな。パヨ発狂事案だね。いちいちこんなのニュースにすんな。そうだよね、あの誰が行こうといいじゃねえかって話なの。誰がどんな形で医療してもいいのに、わざわざ文句を言いに来るパヨが嫌いと。まああの総裁選アピールでしょうが、自分で考えたとは思えないんで、いいブレーンついてんですかね。父親のブレーン引き継いだかもしれないですね。で、あの小泉進次郎は自分で考えて喋らせずに、ブレーンが全部考えて喋らせれば、まあ、務まるんじゃないのかな。日経新聞調査最新、自民党支持者に聞きました。次の総理にふさわしい人、これあのパヨども自民党支持者以外も混ぜて聞くと、河野太郎とかあの国賊 上に来ちゃうんですけれども、石破茂 20%、 小泉進次郎 18%、 あれ追い上げてますね。高市さん 13%、 岸田文雄 12%、 まあ自民党支持者は岸田政権、岸田内閣が、よしって言ってた人らですから、岸田文雄の支持率、高いのも、まあそうなんだろうな。河野太郎 8%、上川陽子 5%、茂木敏充 3% と。前回は、岸田総理と決選投票した河野太郎、だいぶ落ちぶれましたね。この間、この3年間で、所管外とか、次の人とか、マイナーカードとかで、だいぶ恨み買いましたもんね。世論です。なんで石破なんで、青山茂春さんも出馬表明してる。高市さん以外なら滅びる。進次郎になる気がすると。分かってる高市さんが理想的なんですけど、現在3位ですか。市場が20人の推薦人集められないとすれば、で総裁選出れないって言ったら、進次郎と高市さんの一騎打ちってなるんですけど、石破が上位なのは全くですね、分かってない自民党支持者も多いってことでしょうね。テレビと新聞しか見てない、自民党支持者、うちは代々自民党だから見てる、うちは土建屋だから、うちは医療関係だから、医療関係ほら保険でガチガチで体制寄りにならないとあれじゃない、首締まってるじゃない、多いんでしょうね。テレビ新聞がゴリゴリ押す石破茂をなんとなくいいって思ってる人も多いんじゃないのかな。党員票は議員票の効果の10分の1でしたっけ、100分の1でしたっけ。党員票よりも議員票の方が総裁選びに重要なのは変わらないですけども、自民党の議員が考えることはただ一つ、誰とのツーショットポスターなら当選しやすいか、これしか考えてねえですからね、議員は、自民党の議員は。とするとやっぱり石破よりも小泉ですかね。小泉とツーショットポスターの方が受かりやすいよな。石破茂のあのポスター新規くせえもんな。石破はですね、なんかのお願いしに行っても延々とへりくつこね回して結局聞いてくれないイメージありますもんね。ですんで議員、自民党議員だったら、石破と小泉どっち支持すか。まあダマグラがせそうな、なんか小泉でしょうね。本当言ったら高市さんが理想的ですけどもね。高市さんにも頑張ってもらいたい。台風7号の影響で16日の東海道新幹線運休、終日取りやめろって。全部なくなっちゃうの、全部運休なの。これは帰省の足に大ダメージ出てしまいましたね、これね。東京では今日15日の22時ぐらいから、ポツポツと雨になるそうであります。この22時って時間の言い方、日本人しか言わないって。日本人と各国の軍隊しか使わないんで、ミリタリータイムって言いますけれども、日本人頭いいなーって、パッと22時って言われてもわかんねえよほらって、アメリカ人あたりが言ってるそうであります。南海トラフ地震注意報、このまま何もなければ今日17時に解除される、新幹線の徐行や減便も解除になりますけれども、天災は忘れた頃にやってくるので今後も注意は必要であります。公設秘書の給与を横領した詐欺容疑で取り調べ中の広瀬めぐみ参議院議員が議員辞職、次は出ないであるとか、
弁護士の方が儲かるなんてなんてのんきなこと一切ようですけれども、詐欺は一発実刑まっからそれどころじゃないですからね。刑務所行くかもしれないですからね、一発で。弁護士って言っても刑法には詳しくないようで、今頃ねいろいろ知って青くなってんだねえの、もう震えてんだねえの。万博日本館の予算が144億円と発表になっておりました。このうちね、どれぐらいが維新議員とそれと癒着した業者と大阪府大阪市の職員の餌になるんですかね。最大360億円の予定で、先月までは70億円の予定だったって、どんぶり勘定すぎませんか。どんぶり勘定ないいの、そんないい加減なことでって、国家公務員採用試験、大卒、院卒、技術系の9枠のうち5枠が定員割れしたそうであります。国家公務員の応募者が定員割れは初。新成人の数、若者の数、30年前の半分になってるし、若者獲得競争激化ですね。にしても民間ならですね、人口減少に合わせた企業数や、いらない企業は潰れていく、事業規模縮小で嫌でも調整されていく、パイが減るんだから、人口減少に合わせて採用人数も人口に合わせて減ってくると予想されるんですけれども、お役所ってどこなんすかね。人口減っても今の予算を確保したいってことを続けんだったら、結局増税しかないってことになりますけれども、官僚なんかは日本のためとかなんかこれっぽっちも考えてねえよな。自分がさえ良ければいい、今だけ俺だけ金だけっていうのでしょうから、今の予算確保したい、人口減っても、言うんだろうな。これに黙っぐらかせられないでですね、ちゃんと調整できる議員が必要ですよ。たまに出てくる議員の数減らすという議論はですね、官僚が流してるんですからね。議員がうるせえこと言う監督みたいな議員が少ねえほど自分らやりたいほど出てきくから、マスコミテレビ新聞使って議員の数多すぎるって定期的に流してるんですからね。私議員になってそれがつくづくよくわかりました。議員の経験してそれがつくづく分かりました。議員の数多ければですね、やりたいほどできねえもん、役所は。そういう理屈なんですよ。というわけで、今から靖国神社正殿参拝行ってまいります。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。デトックスジャパン。